今回のプラチナシネマはデアデビル。案内役は映画ソムリエの東さゆみ。そして6月のゲスト解説者に映画ライターの村山明さんをお迎えしてお送りします。デアデビルといえば現在テレビドラマ版も人気ですが、こちらは2003年の作品ですよね。はい、もともとはマーベルコミックから生まれたヒーローで、昼は弁護士、夜は悪と戦う盲目のヒーローという設定の、はい、デアデビルというキャラクターが、80年代にフランク・ミラーという人がシンシティという映画の原作者兼監督として今知られてますけれども、その人がストーリーを預かるようになってシリアス路線になって、すごい人気を得た、ヒーローの中でもちょっとダークな面をすごく持ったダークヒーローですね。演じているのはベン・アフレック。実はこれ最もベン・アフレックが辛かった時代の映画なんですよね。この映画は2003年公開なんですけれど、この直前まで同じく大スターだったジェニファー・ロペスと付き合って婚約してたんですよね、世紀のバカップルみたいに。はい、そうでしたよね。もうメディアがすごくね、そう、毎日毎日ゴシップの的になって婚約破棄をして、付き合っていた時に撮った共演作ジーリっていう映画が、これがもう史上最低って言われるぐらいのこけ方をしたんですよね。これがまさにデアデビルと同じ2003年の出来事で、はい、もう一本ペイチェックっていう映画も、ジョン・ウー監督の SF 映画にも、はい、ベン・アフレックが主演したんですけれど、それもあまりこう興行的に成功せず、飛ぶ鳥を落とす勢いだったスターが、あいつ出してもダメなんじゃないのっていう、なんかすごい本人にしたら理不尽な世間の悪評にさらされていた時期で、デアデビルをベン・アフレックがっていうだけで世間の人がちょっと半笑いみたいになってたのを今見直して、あの時の自分たちは反省してほしいっていうのが、ぜひ今回のデアデビルの一番のおすすめポイントだと思います。目が見えないヒーローなので、映像表現が面白いじゃないですか。音もこだわっていたりですとか、むちゃくちゃ耳が聞こえるんですよね、その分、レーダーセンスって言いますけど、こうだから音で遠近感を判断して、その人を 3D で頭の中で描いてしまう超能力じみてるんですけれど、それのその目の見えないヒーローがどんな風に世界を見てるかっていう、その映像表現がまた面白いですよね。そうなんですよね。デアデビルはいろんなことに挑戦している野心的な作品ですよね。はい、当時って今はアメコミってもうハリウッドのど真ん中のヒット大作になってますけど、当時ってまだアメコミを実写にする成功例もあれば失敗例もあって、手探り状態だったんですよね。そうですよね。この前の年にスパイダーマンが、トビー・マクガイアのスパイダーマンが大ヒットをして、でデアデビルは突然制作費を急にドンと増やされて、これだけ金使ってヒットさせろやって言われたっていう、なんかそのしわ寄せっていうとなんですけど、すごい CG でこうスパイダーマンみたいに街を飛び回るシーンとか多いじゃないですか、ああいうの見ると、当時のスタジオがどういうのがヒットするのかなっていう、本当試行錯誤してた感じがよくわかる映画っていうか。ということで、この作品は最新作でバットマンを演じているベン・アフレックが初めてアメコミのヒーローに扮した、今見るとある意味お宝映像ですよね。お宝映像満載の映画になっていますよね、はい、それでは皆さん、週末はザ・シネマで輝く夜を。